こんばんは。ちょっと夜だからお化粧がちょっと薄いから、ああこんばんは。夜ですね、もう11時半ですよ。夜だね、夜だよ。こんばんは。え、それ抜いていいよ。うん、こんばんは。11時半なんてもう寝ないといけない時間だね。本当にその通りですよ。皆さん眠たくないですか？久しぶりに野生の声聞く気がする。そうなんですよ、ちょっと、あ、それ抜いていいよ。 うん、今土砂災害とかいろんな災害で、ゆうきごまちゃんありがとう。もう広島でもたくさんの方が被害に遭われてて、水道がまだ出なかったり電波届かなかったりとかで、普通のね生活ができてない方がたくさんいらっしゃって、お家に帰れない状況の方とかもたくさんいらっしゃって、そんな中であんまり長時間配信するのはどうなのかなとかいろいろ考えたり、メールも送るときになんとなくあまり今は送らない方がいいのかなとか考えてたんですけど、でもやっぱり今できることはショールームだし、ショールームでちょっとでも元気を出してもらえるような配信ができたらいいなと思ってちょっとでも自分の配信を見てちょっとでも元気になったっていう方がいらっしゃったらいいなと思って、だからそうあんまり全然できてなかったんだけど、でも私的にもやもやしてて配信したいなでもなみたいな、でも、もし私の配信を見てちょっとでも勇気をもらえたとか元気になったって思ってもらえたらいいなと思って、だから明日からはもうちょっとゆっくり長めの時間配信しようかなって思ってます。どうしようか葛藤してたんですけど、ちょっと日焼けしちゃったかもしれない。なんか一気に暑くなりましたね、雨が止んで。ありがとうございます、分かってくださって。そうなんですよね、今本当にどんどん被害が広がってる。七並べさっき舞ちゃんと一緒にやってたんですけど舞ちゃんは私のファンの方と当たったらしいんですけど、私は全然一人ぐらいしか当たらなかった。結構やってるんだけど、聞いて、私100位以内にやっと入ったんですよ、七並べ。へへ、こんばんは。てちさんに似てますか？恐れ多すぎますね。ありがとうございます。そうなんですよ、断水が一番しんどいって友達も言ってて、めっちゃ焼けた気がする。てか私なんかショールームの配信だとね、肌がねなんか暗く見えるっちゃんね。本当はね結構白いっちゃけどね、生で見たら。でも今日でなんか焼けた気がします。で明日からはゆっくりもう配信しようかなと思って。こんばんは。全然当たらず、東京もめちゃくちゃ暑いです。あれよりめや、100、私多分99位とかよ。七並べ結構私メールで告知してるんですけど、あんまり意味がないかな。今からやるよみたいなメール送ってるんですけど、握手会で白さ確認します。応援してください。あ、夏バテ全然大丈夫な人だね今のところ。でも今日本当に広島暑くて、
最近ずっと雨とかで寒かったから急に暑くなってびっくりしてる。こんばんは。ショールームと全然印象違う。じゃろうね。めっちゃ言われる。ショールーム移り悪いねって言われる。プーマさんありがとう。ヨちゃんのカード全然出ない。ほんと、なんでやろ。こんばんは。な、握手会ありがとう。私96位だった。じゃあまた上がったんか。96位。告知するときすでにハートがない。バーストしちゃった。そう、私ライト使ってないからね。まあ、ライトあるっちゃあるっちゃけどね。そう、ライトあるにはあるんですよ、ちゃんと。全然使わないけど眩しい。たまに朝配信の時とかね、当ててるんだけど。メルトってないのバレる。ほんまよ。リンちゃんありがとう。何分からするか教えてほしい。そういうことか。じゃあ何分からやりますって言った方がいいんだね。そう、じゃんけん大会ね、決まりました。今年もユニットじゃんけんです。配信より生がいいかも。そう、よく言われる。しんちゃん、こまちゃんありがとう。しょうゆありがとう。りんちゃんありがとう。お、室内部温め、ありがとう。しょうゆ、こまちゃんありがとう。あ、100位ぐらいなの。じゃあちょうど今順位争ってるところで、ね、そうですね。今は瀬戸内がすごく大変な時期なので、きっとでもね、私の配信とかで元気になってもらえたら嬉しいなって思います。そう、なんか身近に起きすぎてすごくびっくりというか、実感がすごい湧くんですよね。人事じゃない、全然。何時何分から5分おきにしますみたいな告知してるよ。え、それ iPhone？ 七並べの名前なんでゆっさんなの。ゆっさんって言われてたから、高校の時に。ゆらだからゆっさんって呼ばれてたの、友達に。並べ、ゆらちゃんの声が一番かわいい。ほんと、やった。そうな、メール取ってない方にもあれってしてもらうのはどうしたらいいんかな。じゃあ iPhone と一緒のメールにしようかな、私も。キリのいい時間からやるっていうのにやろうかな。事件、例えば今からやりますって言って、それが多分1時2分とかだったら、1時5分、1時10分、1時15分みたいな、5分おきにやるとか、そういうやり方にしようかな。七並べ、やばい、めっちゃ赤い。今コメント渋滞してた。久しぶりにコメント渋滞してた。ゆっくり読みすぎた。ライト眩しい。バーストしちゃったら聞きたくてわざとバーストさせてしまう時がある。何でそれ。そう、私も今日めっちゃ4位になった。で、いつも4位が多いんだけど、で最近はそうパスを有効的に使うことをね、覚えたんですよ。あとトンネルの有効利用をね、覚えてきました。メール取ってる人だけが分からないことは、でもメール取ってない方とも楽しく話したいやん。ドラさんで組むの、まあ、まだ全然決めてないんですよね。おたりでやる方が順位いい説がある。そんなのあるんじゃ。しょやったこー、ありがとう。みゆみゆさんの声めっちゃ可愛いですよね。何時から何時までとか指定してくれたか分かった。あ、大阪来てくれ、あ、ありがとうございます。おじいさんありがとう。
そう、ショールームしながらね、やりたいんですけどね。私 Wi-Fi が本当に良くて、でも明日は Wi-Fi がいいので、明日、じゃあ七並べ配信やろう。明日は絶対 Wi-Fi がいいんですよ。珍しく。一度白っぽい髪に当てて。白っぽい髪？え？こんな感じ？わかんない。は？どうなったらいいんだろう。わかんない。iPhone の方とたくさんと順位、そう、順位今96位だって。100位に入りました。やっと24時以降私できないんですよね。あの七並べメンバー多分24時以降できないです。そう、私最近気づいたの、なんでカード持ってるのにパスする人たちがいるんだろうって思ってたら、それはバーストさせたいからなんですね。それに初めて気づいた。嘘。そう、でも私多分